ジャニーズの話でさ、俺の勝手な偏見なんやけど、売れてる人たちってみんな俺将来ジャニーズでトップになりたいんだと思ってオーディションを受けてる人ほぼおらんくない？だいたい身内のお姉ちゃんか、親戚のおばちゃんか、クラスメイトの女友達かに履歴書勝手に送られて、オーディションで絶対受からへんやろって対応したのに、それが逆にジャニーさんの目に留まって You 入っちゃいないよってなるパターン。嵐の人たちがなったいきさつ聞いた時ビビってんけど、5人の嵐やらされてます感がすごかった。あ、いっぱいおる。あー可愛いけどな、ちょこちょこ動いて可愛いけどな、何してんねや。あ、また見さされんのか映像を、過去の映像を。ナックルズが元に戻る。あー、いっぱいおる、いっぱいおる。こいつあれらしいな、過去作で出てきたキャラクターらしいわ。確かになんか見たことあんねよな、ほんまに。おー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 おお、すごい、進撃の巨人のウォールローゼみたいな。50メートルの壁だ、50メートルだぞ。またなのか、これは何かを伝えようとしているのか。すげえ防壁だな、俺の島の参考にしたいぜ。すっごいぜマジで、これはなかなかぶち破られへんで。あれなんや、攻撃されてる、誰がやってんねん。ビビってるビビってる。あ、え、うわあ、そういうことか、削られてるんすよね、ここすごいパワー。いやね、あの壁を。今のは一体何だったんだ。すごいパワーやったな。あれはカオスエメラルド級のパワーを持っていないと、エネルギーを持っていないとできないゲートじゃないかい。あんなやつとも戦うんかな。まあ俺は勝つけどね。どいえ。ちょっと話変わるけど、みんなさ、歯って大事じゃん？めちゃめちゃ大事やん。年取ってからもうまいもん食いたいやん。自分の歯で、入れ歯じゃなくて。やっぱ味変わるって言うし、食感も変わると思うねん。硬いもんも食えへんやろうし。でかい壁だな。穴も同じくらいでかいぜ。はいはいはい、今歯の話してるから。で、とあるおばあちゃんにおたんやけど、その方ね、80半ばぐらいのご高齢の方なんだけど、自分のね、マイトゥースが全部残ってんだって。虫歯もなったことないって。思って。何か秘訣はあるんですかって聞いたのよ。じゃあ、みんなが意外とできないこと。毎食40回以上は噛んでます。多い時は60回、70回噛んでます。その人すごい小柄なのよね。人よりも。だから、いっぱい噛まないと喉を通らない。そう言うんですよ。だから食べるのはいつもみんなよりも絶対遅いです。ただ、その代わり、歯がいっぱい残ってます。今も美味しくご飯食べてますよって。はぁー思って。これだわーって。俺できてねーわーって。別に硬い食べ物好きやから、結構自分噛んでるかなって思うねんけど、ちょっと硬いの噛むの好きなだけで、すぐ飲み込むのよね。あ、意味ね、と思って。だからさ、これからカチカチさせながら実況していくわ。ガッガッガッ、こうやってたら、こうやってたらずっとね、歯をしっかり刺激を与えてることになるから、痛い。さあ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 、歯に着せぬ思いでここまでやってきましたけれども、これは、ボールを蹴るやつでございますね。ボールといえばサッカー、サッカーといえばワールドカップが開催されておりますが、日本がドイツを倒したということで、歓喜に沸いている。ジャパンでございます。そんな日本のようにスモシュートを決めたいが全く持って入らない。これは敗戦が負けてしまうのか、どうしたらいい。クソ、何を考えろ。
上に蹴ってみましたけれども、こういうこと。こうやって日本も勝ってきた、 S も勝っていくよ。さあもう一回上見て、決めたー、ゴール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 。まるで稲妻イレブンのクソザコブロッコリー三国先輩にシュートを決めたかのようだ。戦争部がうわー、はい、飛びます、飛びまーす、回りまーす。おっと、これはパズルを解くやつではございませんかが、この程度の難事件簡単に解いてやりますよ。バロー、パズルでしょ、朝飯前ですよ。めぐれ警部、あなたはどいていてください。そろそろ警部をやめてください、邪魔です。あ、もう一回やります。難しい事件でも俺は何でも解いてきた。ただ蘭の髪型だけは解くことができない。あれは難問だ。なぜあんなに鋭利なんだ。殺傷能力が高すぎる。いつか俺を殺そうとしてるんじゃないのか。解けた。真実はいつも一つ。人が人を殺す理由は知ったこっちゃねえが、人が人を助ける理由に論理的な思考は存在しねえだろ。ラン、人殺すなよ。バロー。さあ久しぶりに走っちゃいますか。ランしちゃいますか。はい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 、ランランラン。ラン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 ルー。コナンの下り終わって、ランラン言うた後のラン、ややこしいねー。はい、スタートダッシュ決めていくよー。ランランラン、走り続ける理由は、それはゴールを見つけたいから。いや、何してんねん、もう。のんきに歌ってんな。見つけたいからじゃないねん。見つけるまで時間かかりすぎやろ。12分って。キャッテムだ、キャッテムだ。ソニックやけど走るんが一番難しいからね。みんな覚えといて。ソニックって走るのが一番難しいから。走るゲームやけど。そりゃそうやろって思うでしょ。そりゃそうなのよ。お、エメラルディ、レモン色のエメラルディ。夢ならばどれほど良かったでしょう。エクメンね。彼が黄色になり向かってきました。強かったやろ。スーパーソニック、今回ばかりは必死じゃ。うるさいわ、お前も必死やろ、出んのに。スーパー、しかしなんて科学力じゃ。 AI プログラムがこうして擬態化しておるんじゃからな。まるで人間のように見えるぞ。魂までは無理のようだ。魂、何のことかわかりません。それは一体何ですか。いいから命令を実行しろ。承知しました。操られてるね。言うこと聞いてるね。言うこと聞くといえば、上の人間にみんな媚びへつらってるかい。嫌だよね、上の人間っていうのはね。どうしてこう下のものを邪気に扱うかね。見えてないのよね、下のもんの状況っていうのが。なんかね、寄り添ってる雰囲気を漂わせてるだけで自覚してないのよ。本当は寄り添えていないということ。みんなね、苦しんでんだよ。今のお前の状況があんの当たり前じゃねえかんな。なあ、当たり前じゃねえからな。極楽トンボの山本さん、ご結婚おめでとうございます。当たり前じゃねえからな。山本、西野と結婚できんの当たり前じゃねえからな。ティーティ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 。あ、いたね、ナコース。このでっかいの何。あれ見てみろよ、パラボラアンテナ。通信で使うのか。そうみたいだな。前の島でも古代のいろんなハイテクを見たぜ。こんなに古いのになんでハイテクなんだ。それにこいつ俺が殴って殴るな。ナークルズ、遺跡をむやみに殴ったあかんやろ。テイルスなら解析できるかもしれない。お前や、俺だってこいつが何よりも頑丈だってことは解析したぜ。こいつの素材はきっとこの世界のものじゃない。いや、そんなん誰でもわかるわ。それでも殴るっていう脳筋プレイはやめてくれ。さあさあ、黄色のカオスエメラルドのとこまで来たんですけど、横っちょに可愛いナッコーズがいるので、先にお話をいたしましょうか。カオスエメラルドの保管に利用されてたあのメカどう思う。保管、いや、
あれは保管というより保護だ。保護？パワーの利用目的か。お前だってカオスエメラルドの無限のパワーを知ってるだろう。いくつかあれば古代人が生活を送るのには十分なエネルギーだったはず。遺跡や電脳空間に動力を供給するには十分ってことは、何らかの理由でエメラルドが使えなくなったことが古代人の消えた理由なのか。いい線いってんじゃない。さあ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 、カオスエメラルドちゃんもいただいちゃいましょう。タイム。綺麗ねー、やっぱり綺麗だ。ありがとう。どこしまってんの。お、ムービームービームービー。確認したところ、彼は自由に電脳と現実世界を行き来しています。相変わらず忌まいましいやつめ。いつもあいつはむちゃくちゃしおる。彼は排除すべき存在です。彼との付き合いは長いのですか。ああ、いつもわしの邪魔ばかりしおる。やつを排除すると言ったか。つまりそのこの世から消すと。やめて。はい、ご命令は必ず実行します。何か問題しかないよ。問題しかないやろ。エッグマンもソニックいなくなった寂しいやろうて。せやないと誰も相手してくれへんど。無理やとお前が消えろ。それじゃ今日はここまで。さよなら、さよなら、さよなら。